徳島でキャンパラナイト、よいよ。あー、すごいわ。ありがとうございます。さあ、始まりました。キャンパスボーイの徳島でキャンパラナイト。さあ、まずお相手はキャンパスボーイ清水です。お願いします。ねえ、何ですかね、この、なかなか、あ、配信いけてますね。ちょっと僕の手元もね、ちゃんと配信映ってるかどうかを確認するわけでございますが、不思議な感じですね。ここで一人でまず僕のトークから、スタートするということですけども、なんと、まあ、今週の水曜日からちょっとね、システムを変えまして、いつもは、まあ、オーシャンミュージック、ね、ゆえさん、おかぎね、また後ほど出てくるんですが、いつまた火曜日の、日にですね、各週で2週間に1回出てるんですが、今週から水曜日に移動となりまして、放送時間も9時からスタートとなります。だからね、もう来月からはもう水曜日は、おが姫&ゆえいもこ、おが姫&ゆえいもこっていうこの順番で水曜日はお届けしていきたいと思うんですけれども、まあ言うのもね、おが姫とゆえさんいてるんですよね、やつですよ、やつですよ。今彼を待ってるんですよ、僕は。なんだね、僕ついさっきまで正門でね、分離のところにある正門でですね、映ってるよ。あ、ここの店員さんかな、ここの店員さんかな、コスプレしてるのはね、もう始まってるよ。喋ってるやん、俺今まで誰に向かって喋った、これ。いやいやいや、誰かおるように見えた、今、誰に向かって喋った、俺。ずっと。ねえ。いや、ってことは、一人で喋ったってことは、配信始まってるってことだから。俺、配信始めてないのに、一人で喋るのは頭がおかしいから、それは。さらしたらおかしいって言ったから。そうなってくると。始まってますから、これね。まあ彼がですね、分離で僕は近くの正門という居酒屋にちょっとご飯食べて帰ってきたんですけども、そこでね、ついここ到着するほんまに5分ぐらい前に東島商店街のところに西浦発見したんですよ。あ、これから向かうかなと思ったまま、まだ来ていないので何なんでしょうかということでね、まだ一応メール送ったんですけども返事も返ってこないで、まあ今こっちに向かっているのか、はたまたね、ああ、もうこれ以上言えないですわ、本当にね。どうなってるか分かりませんけれども。まあ、まずは彼の到着を待ちましょう。ということで、ちょっとね、時間潰しなんかやりたいね。でも、なんか、今日あれはね、セットがこんな感じで、ドラムのセットですよ、これ。叩いたことないんですけどね。全く技術は持ってないんで、何もね、生まれないですけども、ここからは。早く来ないでしょうかね、西浦。ちょっと、エレベーター前にカメラ持っていきましょうか、じゃあ。入ってくるのを、ちょっとカメラで、ちょっと撮りましょうか、本当にね。さあ、ちょっといろいろと、今日はこちら、ポッポ街にあります、ファンファーレ。ね、剣道ビル7階でございますよ。そちらからお届けしているわけでございますが、じゃあこちら先に言うとこうか。ここ、ファンファーレ。ね。こちらちゃんとほら、暴力団排除協力店入ってますわ、これ。素晴らしい。ね。無断での撮影禁止。許可取っております、ここ。大丈夫です。大丈夫。ね。こちらにもね。ルートありますけども、なんか足音が聞こえた。あ、これは上の階ですね。上の階の居酒屋ですね。こちらね、ファンファーレ。いろいろとね、先週ぐらいからですね、ファンファーレ新しく生まれ変わりまして、またね、お手頃なお値段で楽しめるお店と変わったんですけれども、何ですか？カフェバー、ファンファーレカフェバー、今の時間から、
前までクレセントという名前であったんですけども、ファンファーレの夜バージョンはクレセントだったんですが、今月の中旬頃からファンファーレカフェバーという名前に変わりましてですね、こちら見ていただきましょう。はい、1時間ワンオーダー制、ドリンクフード500円からカラオケ2時間500円。安いよ。カラオケ2時間500円ですよ。これ僕も他のねカラオケ行かずにここで歌う、こんな安さやったらね、コスプレイヤーのキャストがお出迎え、さっきのねあれやったんですかね、おがひめやったんでしょうかね、少しでも気になったら覗いてみてね、とエレベーターに乗って7を押すだけと7階になりますね。え、そしてこちら、まあ、この時間帯は営業してないんですが、平日の12時から午後の6時、昼の12時から午後の6時までですね、同じファンファーレ内でですね、こちら、コスプレイヤーさん向け貸しフォトスタジオということで、ラッキースタジオ、略してラッキースタです。さあ、こちらですね、なんと、僕、キャンパスボーイ清水が名付けたこのお店の名前です、ラッキースタジオ。ねえ、ユダ、アニメ好きの人たちはね、もうラッキースタって言ってね、気軽に来れる。そしてね、アニメ知らなくてもラッキースタジオやったらね、なんかこういう、コスプレだけではないというね、気軽にこう、写真が撮れるというね。こちら、レンガ調とか、廃墟風の、こう、背景。で、白背景のね、紙だったり、ソファー、バーカウンター、窓、ドラムセットなどで撮影ができるということで。あ、だから先のドラムセットでも、軽音のコスプレとかね、した場合、そこでね、やってもいいやろうしね。なんかこれ、白背景紙、3×6 メートルのね、レンタル料500円が今無料なんや。好評につくキャンペーン、継続中と。税の予約は必要ですが、これレンタル料今無料でやってますので、白背景ね。こちら、ラッキースタジオ、ぜひとも来てください。水曜日が定休日です。いや、普段、今日は定休日なんですよ。今日は。ね。ただ、それ以外の日はやってますのでね、土日祝も平日もね、完全予約制となってますから、電話お願いします。にしても来ないな。にしても奴が来ないわ。もう僕もメール送ってですね、もうかれこれ15分から20分ぐらい経つんですけれども、あ、ポンポコさんがね、こんばんはと、今見に来てるんですよ。あとね、大悟来た。大悟来た。キャンパンはーと、キャンパンはー。ならコメントお待ちしております。もっともっとコメントお願いします。ここで待ってても来おへんやん。なんなんや。もう来るかと思ったけど、暑くて待ってられへんわ、俺。暑くて待ってられへんわ、外でこれ。全然来おへんやな、おい。なんだなんだ、ほんとに。あ、すごい、可愛らしい。ちょっとせっかくやったら、これ、シャナチケだろう、もう。ファンサービスや、ほんま。カレンを待ってる間ですよ。あー、可愛い。あー、可愛いわ。ジブリに出てきそうやわ、ほんまにね。いや、可愛らしい。ねー、これをつけてね、カレンを待ってきますよ。まだ来そうではないですね。ちょっともう中で待っておきましょう。一向に来ないわ。中で待ってきますもん、ま。いろいろと、じゃあファンファーレでね、やっているわけですけれども。さあ、じゃあちょっと、もう一回定位置に戻ってね、やっていきたいと思いますが。さあ、じゃあもう、西田来てからですね、呼び出そうと思ったんですが、これね、どうやらちょっと来そうにないので、よいしょ。先に、もう呼び出して、配信をしましょう。というわけで、ルータン様入ってきました。ありがとうございます。よいしょ。こちらでいけるかな？まだ店、開いてないん？と。いや、ファンファーレは今日天休日ですが、
これがですね、この配信の日はですね、なんて言ったらいいですかね。まあ、各水曜日、このおかじめゆえ配信の日は、ここを臨時オープンいたします。なので、ぜひとも、このワンドリンク、フードを、一品でもね、ご注文いただくと、まあ、観覧無料となってますので、ぜひよかったらですね、水以外のものを頼んでいただきたいなと思います。それはワンオーダーに含まれませんのでね。まあそんなこと言いながら僕の手元にはね、水が届いております。すいません。まあまあ、今日はこんな感じでやっていきたいと思います。もう一度改めて、9月25日の水曜日、9月25日の水曜日の配信です。月曜日が850回目の配信ということだったので、今日は852回目の配信です。もう850超しましたよ。もう、何ですか、あと半年経てば、ねえ、1000回迎えるんかな。果たして1000回は何曜日になるのか。もしくはね、ここで1000回迎えてもいいと思いますけどね。全レギュラーでまた久々に集まって、配信するのもありではないかなと思います。さあ、じゃあもう先に呼び込みしましょうか。ね、西川にメールして50分ぐらい経ちますけれども、50分経ったんやわ。20分以上経ちますけれども、返事がないので、やっていきます。さあ、では、今日のゲストをお呼びいたしましょう。何をそわそわするんだ。では行きましょう。ゆえ&おかじめでーす。どうぞー。はい、皆さん、こんばんは。ご無沙汰してます。オーシャンミュージックよりゆえと。マジにならなきゃ勝てないぜ。いくぜ、ロックンロール。いや、扱い悪い。ゆえさん、そんな扱い悪かった？いや、マジ、あ、出た。マジスカ学園。ロックンロール。マジスカ学園出た。いや、もうあなた、名前言ってないから。あなた、AKB というか、スケバンですよ、ほんまに。挨拶してください。マジにならなきゃ、勝てないぜ。何回言ってるの？行くぜ、ロックンロール。聞いた先。聞いたって、それを。名前通り聞きたいね。コスプレアイドルこと、徳島の AKB、小賀姫です。あ、小賀姫。そして、ゆえさんです。はい、今後もよろしくお願いします。どうぞ、じゃあ。オープニング2人、じゃあ座ってもらいましょうか。もうオープニングで疲れたよ。オープニングですよ、まだ言うときますけど。で、なんかお前にちょっと名前変わってない？なんか、いつもだったらね、まあ、永遠の JK、お前にとかあったけど、今、コスプレ？なんて言うの？いや、コスプレアイドルでも前から言ってますよ。あ、ほんまに？はい。言うてたんや。はい。あ、それちょっと知らんかったな。コスプレアイドルの永遠の青春、一人 AKB とか。なるほど、いろんなね。あとね、どっかにロックンローラーへんって。マジスカ学園みたいな。大変、本当にマジなんですね、本当にガチでやってるんですね。はい、いやいやいや、そしてゆえさん、久々ですね、はい、登場。お休みさせていただいたので申し訳なかったです。いえ、はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、せっかくいろいろショーターに。いやいやいや、なんかいろいろとでもね、話せる内容もね、またあるかもしれませんけども、はい、ねえ、どうしたんや、おがいね。さっきね、はいはい、本番前にたくさんの監督さんとかから、はい、ひねちゃんとかいただき物をしたので、お、いただくものを、ここにちょっと、ほら、ちょっとちっちゃいポーチにパンパンになっておりますね。ああ、懐かしいお菓子がいろいろと。そうはね、まあ、ちょっと絵は打つだあかんかな。でも、まあ、金出たらアンパンマンの懐かしいな、そのチョコレート。よあったわ、俺この子食ったわ。こうね、ほんまにアイスみたいにこうスティック状についてるチョコレートね。あれ美味しいですよね。それをペコちゃんのキャンディーですね。はい、そうです。ペコちゃん、当てるね。うん。あ、もらってと。かわいいよね。いや、懐かしいわ。こうやって見ると食べたくなるよね。うん。ねえ。このペロペロチョコ美味しいよ、かなり。そうだね、僕、
ね、いかにこう食べるかって話してましたよね。はい、食べるか。あの、こういうのってこう、くぼみとかあるから、鼻とほっぺだけ残して食ってみたりとか、アンパンマンとかね。はいはいはい、はい。そこだけとかね。いろいろと。私はね、舐めてね、はい、顔のデコボコをだんだんなくすというか、わかる？やった！やるよ！デコボコなくしたわ。そうそうそう、こう舐めながらにして、ベロでなんかべーって。で、結局何の映画あるかようわからないわけね。そうそう。やったやった。ぺったんこになるのね。うん、あ、懐かしいなぁ、うん、これぜひともね、おがに見に行かったらブワーって、ね、ありがとうございます、ね、まあ、今日は、まあ、こんな感じでちょっとね、お時間早く9時からスタートのということでこれからね、はい、やっていきたいと思いますが、まあいつもね10時からやってるんですけども、時間が足りないというか、うん、あの圧倒的に12時を超してしまうので、そうですね、ちょっとね、ちょっと早めにスタートして、やろうではないかということでね、うんうん、まあオガニもね、なかなか喋ってると寝てしまうので配信中に寝てしまうのでね、18歳未満なんでね、いや、ちゃうやん18歳未満ちゃうやん、もうすでに10時超えた時点であるやん、そうやで、いけないんですけどね、そう、許可を得て、許可を得て、こちら制服はこれは手作り？お安く買い求められたんですよ。お安く買い求められた。はい、なんていう言い方で、すごいやん、ここのなかなかないよ、あの高校の校しか書いてないこのね、うん、首元、高校の校しか書いてない。なんかもう本当にあのあっちゃん風に、ね。あ、なるほどね。はい、あっちゃん風の。どうですか、言うてもあっちゃんと恋の噂が出てますよ。いやいや、あれはちょっとよ、あっちゃんがね、はい、ちょっとタイプ、あの、俺に合わんからちょっとやめといたらっていう助言が先ね、本番前に、ゆえのタイプじゃないわって、そう、あの、歌舞伎役者の方ですよね。ゆえさんにはタイプではないの。はいはい、素敵だと思うんですけど、うん、あの、ね、友達としては、はい、私のタイプじゃないので、あ、良かったのっていう、まあね、優しいんですかっていうことを聞いてるんですけれども、あれ、俺のちょっと待って聞き間違いながら、あれ、何ですか、え、誰にきだね、あちゃんにきだ、あちゃんに、あちゃんにきだ、前田子です、前田子です、私は今夢を見ているのか、あ、あっちゃんでしたっけ、あなた、あっちゃんでしたっけ、はい、あ、おがひめさん、ちゃいましたっけ、いや、どこが、ちなみにじゃあ聞くわ、どこが良かったの、あの方の、ちょっと、年上なんですけど、まあ、年上ですよ、包容力があって、あっちゃん以上22でね、あの歌舞伎役者の方が28か9ぐらいですよ、はい、ね、私、割と頑固で、人見知りで、はい、引き込みちゃんで、うん、すごく不器用なんですよね、うん、だからそういう、男らしくて、うん、こうしっかりしてて、うん、なんかこう一般常識とか世間とかをちゃんとこうちょっと分かってる人に一緒にいた方が私的にはいいかなと思ったんです。ああ、なるほど ね、じゃあ一旦一緒に人間ドックでも行こうかちょっと私があの恋したからちょっと今日しめちゃん元気なくなっていや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 、あなたが恋したから俺元気ないことはないよ。俺逆にテンション上がってるよ。あら言ってるよ俺。やだ言ってるよ俺。がっかりしてへんよ。だってなんか、ね、そうそう、本当はね、はいはい、ファンのためにね、隠しとかなければいけなかったんで。まあね、いやでも AKB 卒業して半年ですからね。もう1年ぐらいですか、うん、でももう以上恋愛のね、禁止ルールはないですから。親は失敗してるのか、はい、親なんて言うてんの、親親はまだまだまだ子供だからね、あとはそういうのよダメだよって、恋愛とかまだ早いよって言ってます、仕事に集中しなさいって。私は今正夢を見てるから夢どころの話長くなってきたいや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 、あなた関係ないからあっちゃんはおんねん、ちゃんと前田子です、違うわなんか言うねん、まあ言うでもね、今回ちょっとね、結局はダメやったんですけども、R100 ではね、あの前田敦子の女王様として、はい、
アニメには登場していただきましてね、あの結局中四国は広島が行ったんですかね、なんかあそこやったんやと思いながら僕も意外性があったんですけども、もうちょい、いやなんかね、なんかまあちょっとこう見た岡山行きました、系統的には岡山か徳島かみたいな感じだったけど、これ広島の方が行かれたということでね、でもいい経験になったんではないでしょうか。はい、すごく楽しかったし、うん、私あ、英語言われた、はい、初めて聞いた、初めて聞きました。あ、何が？あ、その各ブロックの代表ってこと？いや、僕も昨日知ったんですよ。申し訳ない、せっかく選んでくれたのに。そう、僕もいろいろ投票してたんですけども、なかなかね、あれも難しいもんなんだよね、なんかこう票数とかも何票いったら入ってるのかわからんしっていうね。でもまあ、でもすごい、おがひめっていうのを覚えてもらえたよね。一応10月の末までは見ることができますので。ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっとご大事は映らないでください。関係ない関係ない、バカバカ、お前の相方だろ。ワンドリンクオーダーしないの。ワンドリンク、ワンフードワンドリンクオーダーしないの。じゃあビール、よっしゃよっしゃやろう、よっしゃやろう、オーダーオーダー、エレベーターですれ違うかと思う。あら、オーナーにオーダーしよう思ったら、ここ座れ、え、座ってええの。あら、じゃあ締め込まったからね、ゆえんだ、あんたじゃないんや。どれ、人にあるのはちょっと迷惑やろ。おかひめさんのえ、どうぞ。じゃあ、エレベーター、そこだとそんなに似てんの。じゃあ、おがひめに膝枕をしますね。おがひめの膝枕、膝枕を、膝枕だと俺見られてんで、これ。じゃあ、ちょっと角度変えますから、してよ。いいよ。びっくりしてほしい。それはちょっと西田君、気をつけていただきたいのは、はい、今日熱を発覚したばっかりなんで、そうですね、西田さんバッシング来るかもしれない。だから遅れたのもショックで、いや、そのせいで全く知らんかった。あ、そうなんや。熱愛発覚しましたからね。およかったやん。歌舞伎役者と。あ、すげえな。歌舞伎役者、歌舞伎役者と熱愛発覚しましたから。え、エビゾー、エビゾーじゃないです。エビゾーじゃない。エビゾーも結婚します。エビゾーついにここまで手出したからね。いや、エビゾーはちゃんと今構成しますよ、ちゃんと。エビゾー構成したら。分かった分かった。じゃあ、どうすよ。一つずれますか、皆さん。大丈夫、くっついてね。じゃん。ちなみに、じゃじゃじゃん。ね、ポンポコさんもこんばんは、ネタネタネさんね。で、いきましょう、ダイゴさん。ダイゴ、サンシャナもダイゴやね。ダイゴってあのダイゴかい。ねえ。静香、こんばんは。じゃん、こんばんは。じゃん。なんて。はい。なんで。言うてますわ。俺の言うてるか全くわからんかった。ダイゴ言うてますわ。今のお前、ちゃんと言ったらどうなんの。え、あ、俺の言葉に書いて言おうか。うん、清水くんキャンパンは、西田くんキャンパンは、ゆえさんかわいい、ゆえさん頑張ってと。それをダイゴの言葉にすると、なぁなぁなぁ、ほぼ聞き取れんの。なぁはっほっ、これで、これダイゴの言葉に変えたら、なんだ最後和田アキ子みたいな。ほっ、いや、今ので、ゆえさん頑張ってって言ったら。そうやねん、そうやねん、あ、ほんまや、言うたれよ、おい、靴履き、え、でも、だいぶあれだよ、姫のブログにはちょっと突っ込むんだよ。あ、そうなんですね。そうそうそう、最近ね、リリちゃんの方に書き込み出てる。リリちゃんの方に行ってんの。あいつ、浮気者だよ。あ、なかなかの、でも、ゆうさん、なかなかの浮気者だねえ、あの感じで浮気者やね。最近って人気急上昇中ですよ。あ、そうなんや。そうそうそう。なんか鼻につきますよね。鼻につく。鼻につく。鼻につく。結構ね、すごいですよ、彼の人気は。え、何が起こったん？わかんない。あ、そうなんや。わからんもんやね。ねえ、ちなみに、お匂いさん、18歳未満だとミサ入られへんねえと。何の話？あ、制服着てるから18歳未満なの。18歳未満、まあいろいろとコメントもね、
ルータンさんとオニオミさんが交互に、コメントいただいております。18歳以上が制服着てるだけやろ、これだな。でも、でも、うん、うん、私からお詫びがあります。はい、何でしょうか。お詫びがですか。せっかくね、お二人が選んでくださったのに、はい、申し訳ないです。あの、Rさんですか。いやいやいや、こちらこそ力不足でねえ、あれも結局でも、まあ、各都道府県決まりましたけれども、一応あの動画は10月の末まで視聴することができるということなので、一応もう今は争い関係なくですね、普通に小姫と僕たちの、まあ、2分の動画を楽しむことができますので、10月末までギャオで見ることができます。普通に、まあ、R100 のホームページから見ていただいてもいいし、まあ、普通に多分キャンパスの小姫で出てくるかとは思いますけどね、はい、R100 って書いてくれたら、すごいネタを披露した方が良かった。すごいネタ、いやいやいや、すごかったですよ。僕らからしたらインパクトあるから選んだんですから。もっとすごいことしようと思えばできたの。ちょっと思い浮かばなかった。あったんやけど、ほんまはあったと。そうですね。そう、また別の機会な。はい。いや、今みたいな。今まあ、いろいろとあった。でも、まあ、近況王国、ね、小川姫とちょっと、キャンバスボーイは、ちょっとね、この間、僕たちの FM 徳島にも、はい、出演していただこうと思います。ありがとうございました。新しい風が吹きましたよ。うん。新しい風、大好評だったの。みずみずしさやね。うるおってましたよ。旬のナスビのみずみずしいね。そういう感じがね、しましたね。ビーナスですよ、ほんとに。ビーナス。そんなに行けばよかった。でも、エベルトクジャの方も結構ね、喜んでくれてまして。すごいすごい。で、ファイブカラーズレディオっていうんですけども、タイトルがね、ガイデンオンラインって言って、ほんまに 6色目が加わったかのような、また、何ですか、また全然違った放送ができたので、僕ら自身も満足できる出来やったんで、来ました先生に、CD 渡してたら。ちょっと滑舌がやっぱり悪いなと思ったけど、はい、まあ、自分なりに頑張って言えたかな。いや、いつも通りやったで。どうやった長く感じた短く感じた短かった。短かったんじゃないですか。もうちょっと出たかったか。今回一応曲、ほんまに曲もね、かけたりするんですけども、曲かけるともっと短くなってしまうんです。喋る部分、15分の間に、3分か4分曲かけると。でもと、曲なしで喋った方が、ね、たっぷり喋れるんですけど、それでもやっぱり短く。すごく短く感じて、あっという間だって、楽しかった。ちょうどよかったよ。どういう意味で、あれ以上続けたら何かほころびが出てるんじゃないかなと僕は思うんやけどな。ああ、そうか。じゃあどうですか、 FM 徳島は初めて。どうでした、ブースター入ってみて。うん、なんかそうですね、建物がちょっと古いなと。まあ歴史があるね、建物ですから昔から。でも、ちょっと本当にアイドルになった気分なんで、うん、すごい有名人の気分を味わいました。はいはいはい。FM ビザンとはまだ全然違った景色でしたよ。 FM ビザン、はい、ビザンの中から出させて、綺麗、中も綺麗ですけど、はい、やっぱりね、この間の、はい、まあ、なんか年季が入っちゃったというか、おうおう、これぞラジオブースの、ね、そうやな、ね、あっこはな、すごく私ちょっと触覚。いや、でもいい経験になったらね、嬉しいですね、本当に。はい、うん、売れたらどんどん出れるよ。そうですね、出たんですね。はい、まあ、いろいろね、支え合っていきたいと思いますが、大が、おにおめさんが、それは徳島の女王様は姫しかいないでしょうと。ありがとうございます、ね、今度ムチ持ってもらいましょう。じゃあ、あ、見たい、ムチある、あります、家に。お家あるよ。何に使ってんの？何で持ってんねん。どうしてるんですか？いやいや、もうどうしようもできません。持ってきてほしいけど、何で持ってんの？どこで買った？じゃあ次回、次
回の配信で西浦叩くという配信をしましょう。知るよ、うん、知るよ、え叩かれないの、うん、知れてたわけじゃないとかって変な人だ、面白い、生尻振られたいや、面白いじゃないですかね、いい新たな新しい放送だと思います、それは。清水君は乳首がいいなんでね。いや、いいですね。乳首割れる。乳首割れる。でも、男性は大体もう、おっさんだったら生えてるわ。尻毛は。あ、多分せえへんと思うけど、放送されるよね。何がですか？僕のお尻たたかれてる姿。分かりません、もう。え？するかもしれないし、しないかもしれませんね。ベローンとるんやで。ベローンと。ベローンやで。してくれる？あの、顔の部分しかしません。ああ。ちゃうやらな。こっちにね。顔のリアクションだけを。メリット何もない。やめとく。ね、でも、ゆえさんも持ってもね、なんか違和感なさそう。ゆえさんゆえさんの場合はろうそくですか？え、無理無理、全然無理。ああ、そんな人をこんなんするとか無理ない、絶対に。ゆえさん捨てそう。あらぬ噂を立てるなよ。私、M やもん、M やもん。M ね。うん。無理無理。ああ。自分で自分を痛めつける早が。まあ、まあまあ。M だ。そうそうそう。西田君は、わら人形ですもんね。僕はド M ですよ。わら人形持ってますもんね。わら人形。わら人形。いやムッチロウソクわら人形わら人形 SM の道具邪魔やんけただただ性格悪いやつがこうやってるえ、スペース何か持ってるの僕ですか僕は加藤隆ですねああもうああもうビデオとか全部ビデオいやビデオ一番真っ白のそれってそんなにビデオやったら違うなんか何回も見てた何回もそういう系のビデオけどそっち系のビデオのいや俺そっち系はあまり興味ないな何があるのあっち系かあっち系やな俺はどっちやろあっち系って何あっち系やなあっち系でしょもういや俺あんまり男同士やいや違うわそっちでもないわどっちやねんいやまあっちはいっぱいあるぞまあ僕の部屋に来たら正解があるという感じですけれどもここ持ってこいねえ戦おうぜまあ一応ね、言うと、まあ、キャンパスボーイも、まあ今日は活動的に、じゃあ、近況報告、西浦さんからお願いします。はい、今日はですね、今度田舎博覧会で僕らがなんとか万葉記っていうのに選ばれましたんで、それのちょっと一環で、あの徳島のいろんな、施設や文化を紹介するため、藍住町の、藍の館っていうところに行ってきました。すごい楽しいですね。ん肝心なタイトルをぐちゃぐちゃにしたまま書きたいと思いましたなんだもうなって忘れたもんいや徳島田舎博満喫万有ね、満喫万有市ねそれです満喫万有市満喫万有市田舎博満喫万有市っていう、うん、まあキャンパス応援の新プロジェクトをやろうじゃないかということで、じゃあ続いておおまあタブレットの方に録画したんですがまあいろいろと今後その24市町村でまあネット環境が整っていたらそこからまたいろいろと配信をしていくんですけどもだよね山際とかさ山奥とか結構厳しいよねそう一昨日も僕かずら橋でちょっと急遽配信しようとやったんですけどやっぱりね橋を渡る映像を撮りたかったんだけど、うん、それもやっぱり電波の環境で無理やってでもまあまあやっぱり通してもらわないねいや、ね、24市町村あるんで、はい、いや今後この、まあ、1年かけてって言うたらいいですか、これから、まあ、24市町村のお祭りは絶対出てくるんですよ、僕ら。多いなぁ、で、ありがとうございます。そのいいな、地元のお祭りで、その周辺の、まあ、話題をネタにして、まあ、漫才をするというね。で、その第1弾がもうすでに決まってるんですよ。10月、5日の土曜日に藍住町の、振興祭っていうイベントがあるんです藍住町ちょっと場所はよくわからないんですけどもそこでこの企画の第一発目が始まるということで今日はまず藍住町
下見に行ってきて、まあまあいろいろとね、まあどないな感じにしようかと、まあ今日見てきたわけでございます。はい、そう、はい、お、あかりさん、わかる、わかる、それわかるんや。まあ一応これのもう大々的な大きい発表をですね、もう3日後ですか、26日の土曜日、田舎博覧会のオープニングで発表と、正式な発表を会場でするので、もしよかったら皆さんね、会場まで足を運んできていただきたいんです。どう辞退するのかちょっと見てほしいわ、ね。いや、辞退せんよ。思いっきりね、へへみたいな。やりますって言ったら。やらさせていただきます。あ、いやいや。ねえ、ちょっとね、今、配信がちょっと乱れてるのかな、どうでしょうか。あ、K にいたかな。あ、OKOKOK、行きました。ゆうやさんと大垣姫を、あんな授業あったんや。俺のとこなかったからさ。じゃあ、じゃあな、絶対に、そういうの一貫でやらせるやろ、絶対に、男女も関係なく。なんか、ほんまに、なんやったら俺、大人になってから、水末芸人になってから初めてアイドルしたからさ、その、2年前だったか、3年ぐらい前になんか、お遍路の途中で、それで、藍染めさせてもらって生まれて初めてやったから、今までやったことなかったやん。いや楽しかった芸術やなと思ったら、綺麗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 、なんか結構難しいんかなと思ったけど、意外とね簡単に作れるやつもあって、そう、うん、あれなんかね、みんな臭い臭い言うけど、それほど臭くないよね、藍の色をね、染料が全然我慢できるよ、全然いいってことよね、全然できるね、なんだんだんみんな臭いっていうのは、ね、だから伝聞でしょ、なんか臭いなって思ってるから臭いね。剣道部のイメージ、剣道部やったか分かるかもしれんけど、剣道部って臭いの、臭いっていうか、あれ藍じゃん、確か、そうなの、そうだよね、違うの、いや、何ですか、剣道部の、剣道部の剣道着って藍染めちゃったので、そうなんや、女子は白だけど、男子は藍だから臭い臭い臭いってすっごい言われてたので、だから藍自体は臭いかなと、まあ剣道とか日本のあれですか、多分色に染めるのはもしかしたらもともとは藍じゃないの、あれ藍じゃないの、で、そう、うん、そうだったね、だから臭いんだって、それはほんま知らんかった、それだ、汗臭いわけじゃなくて、え、違うのかな、そうかな、そうと思いたいよな、でも長く、でもそんなイメージありますけど、そう、で、みんな愛は臭いって言うから、すっごい臭いと思ったな、別にそんなに ね、そんなとこまでじゃないですよね、そう、すごい綺麗ですよ、キャプタク、そう、はい、で、まあ、おのおのの作品を作って、はい、まだそれもね、10月5日の振興祭では、まあ、なんか披露したり喋ったりしようかなと思っておりまして、何か書いたんですか、文字とか、いや文字は書いてないんですよ、もう簡単な字法で、僕は爆発系を爆発系をやりましたね、まあまあランダムになんか、まあ、くしゃくしゃってしたやつなんですけどね、まあ、それもちょっとまあプライベートで見せますよ。なんで公で見せない？公では見せないけど、プライベートで見せます。まあ、それでいろいろと、まあ、藍染回って、今日はまあ終わったかなという感じなんですけれども、また今後そういうのがちょっと始まっていくので、すごい仕事が多いですね、最近なんか。伝統芸能やってるような。そうですね。すごいな、人形遊びやってね。地元に根付いたらいいな、うん、じいちゃんばあちゃん人気でそうやん、これから、まあそんなキャンパスボーイの活動方法なんですけれども、一応皆さんね、これ配信どうでしょうか、綺麗に映ってるでしょうか、ちょっとカッカッとしてるのかね、映像がちょっと見られながらカクカクしているので、これもしかするとワイワイちょっと一瞬配信を止めます。